ちのひいおじいさん、自分の、3代前のおじいさんが、ひいおじさんが、まあ、ああいう彫刻家だったんですね。でそれで、明治の終わりに有田町から、呼ばれてきたんですよ。で何と呼ばれてきたかというと、あの明治に、江戸時代から明治になって、まあ、いろんなその西洋の技術、ヨーロッパの技術を、持っている人だったのね。でそれで呼ばれて、今ある有田工業高校の実質初代校長です。あのエゴシレータさんっていうのがその前からね、一応初代校長と言われてるけど、実質県立になってからの県立、有田工業高校の初代校長、老人の老とか言って、それに所ってことね。で所浅尾さんっていうデザイナーの方とコラボして、ものづくりやってます。でこれはそのオリンピック・パラリンピックエンブレムのその模様って、ちょっと待ってね、組み合わせだけで言うと、あの中でオリンピックのやつが54万通りパターンがある、だそれで多様性があるっていうことをあの中に歌ってるんだよ。だそういう、メッセージがすごく込められてるやつで、デザインってそういう考え方がすごく重要なんですよ。だから例えば何か普段目にするものも、そこにはちゃんと意味があるっていうのがあるので、まあ、今後いろんなことでね、ものを見たりいろいろこうするときに、ちょっとそこをね、ちょっと考えるとすごく意味のあることに気づくので、まあ、そういうものの見方をしていくと、多分大人になった時に良くなりますよ。